あ、閉まんないなこれ。なんだろうこれ。おかしいな。はい、お疲れ様です。東区番でね、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、プリウスのボンネットを閉めたいと思います。よくですね、そのまま今まで通りの方法だとなんか、ね、閉まらないみたいなんですよね。じゃあ今からやってみたいと思います。ボンネットってこれ、アルミボンネットなんですよね、これ。これ、指一本で、持てるぐらい、軽いんですよ、これ。はい。で、普通ですね、閉めるときなんですけど、まあ、例えば今回ですね、ロットを収納しまして、でベストをこう、バタンと閉めて、で、こう押せば、普通閉まるんですけど、これ、閉まんないんですよね。じゃあどう閉めるかと言いますと、大体このぐらいの高さから、こういう感じで落とします。はい。こういう感じで、はい、閉まります。はい。で、そうですね。無理にこう押そうとしますとアルミですので、まあ、へこむっていう心配もありますので、もうここはだいたいこのぐらいまで上げて、まあ、ストンって落とすような感じがいいと思います。ベルファイアのボンネットの場合は、プリウスより小さいボンネットなんですけど、これかなり重いですね。プリウスのアルミボンネットとは大違いですね。こちらはですね、まあ、今までのボンネットみたいにこうちゃんって下ろして、ここからただって押すような感じになっています。とちなみにですね、ボンネットの開け方なんですが、まあ多分前の動画でも多分アップしてると思いますので、このドアの、そうですね、運転席側のこの右側ですね、ここで開けるような感じになります。今回は以上になります。はい、プリウスって、大体多分ね、2代目ぐらいからこの20系のモデルからアルミボンネットになってるんだと思いますね。まあ、片手で持ち上げるぐらい、軽いボンネットです。でも閉める時ですね、今までみたいにこう下までガチャンって閉めてグッて押すだけではなんか閉まらないみたいなんですね。まあでもそこもね、なんかちょっとコツがあるみたいなんですね。なので多分ちょっとわからないので、僕の場合も本当に落とすような感じで、締めております。はい、いつも最後までご視聴ありがとうございました。